どうもー。はいはい、どうもー。ベジとロマネーで、ベジロマと申します。ちくやろちゃん。ありがとうございます。はい、ちょっといきなりやないけどな。え、ちょっと前に、忙しい人向けシリーズって流行ったやんか。あったわね。歌とか、なんかストーリーを切り取って、短くしたやつね。そうそう。あれの漫才バージョンを考えたらしいねんな。や <laughs> しいって何よ。あんたが考えたんじゃないの。<laughs> 題して、忙しい人のためのミルクボーイー言うて。<laughs> あ。 あんたのその感じはミルクボーイだったのね、さっきから。ほな、俺が早速、サクッと見れるミルクボーイ一人でやるから。えロマネーはちょっと見ててよ。見てるだけ <laughs> なんでよ。あ、タイムやるしいや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 やや。あ<ー>、始まったわ、始まっどうもー、ミルウィですー。お願いします。何よ、ミルウィってあ<ー>あー。ありがとうございます。ね、今。 タウリン 1000mg をいただきましたけどもね。ありがとうございます。リリこんな何本あってもいいですからね。一番いいです、これが。言うとりますけどもね。いきなりやねんけどな。はいはい。うちのおかんがね、好きな映画があるらしいんやけど、そうなんや。そのタイトルを忘れたらしいねんな。 好きな映画のタイトル忘れてもうて、ええ。どうなってんねんそれ。せやねん。でもオカンが好きな映画なんて、ローマの休日か、男はつらいよくらいなもんやろそんなもん。それがちゃうらしいねんな。違うの。ええ。まあいろいろ聞くんやけど、全然分かれへんねんな。分かれへんの。割としっかりやるじゃない。うん、あほな、俺がオカンが好きな映画のタイトル、一緒に考えてあげるから、ちょっとどんな特徴言うてたか教えてみてよ。 うん、おかんが言うには毎年夏にテレビで再放送されるアニメ映画でほうほう最後の方によろしくお願いしますっていう有名なセリフがあるらしいでああ,あーサマーウォーズやないかそ,うよ、ね、その特徴は完全にサマーウォーズで決まりや、うん、それやわええー いや俺も忘れてていやお前もかいもうええわえどうもありがとうございましたあ,あれそっちかいホールディングスや完全にちょっと何なのあれ何が映画のタイトルすぐ出てきたじゃないそうだよ あそこからいろいろ展開していくから面白いんじゃないのいや、忙しい人のためやから。つまんないわよ。その割に最初のつかみとネタの導入はしっかりやってたじゃない。そうよ。あれがあってこそのミルクボーイやねんから。あれがなかったら単なるボーイやねんから。いつまでこのマネしてんのよ。何を怒ってんのよ。わかった。一緒にネタやりたかってんやろ。べ、別にほな、今度、今回のネタ ちょっと一緒にフルバージョンでやってあげるから楽しみにしててよ別に楽しみじゃないんだけどねツンデレやないかその特徴は完全にツンデレよいやどんだけやんのよ他にもいろんなネタあんねんからチャンネル登録ちょっとしてみてよ